お客さんと、はい、乾杯、アキとサトミさん。平成を振り返ってどうですか？めっちゃ吠えてる。いろいろありましたね。あ、すみません。側強いじゃん。こんな感じ。私と一緒に言われちゃって。母さんどうした？まあいろんなことあったね。いろんなことがありました。一番記憶に残ってんの？一番記憶に残ってんのやっぱり、何かな。例えば どういう例えばそれプライベートのプライベートのプライベートプライベートプライベートで、うん、でもやっぱり一番はなんだかんだやっぱ姪っ子が生まれたことだよ。姪っ子が生まれたことが一番いいですよね。嬉しいね、やっぱね。こうやって出てたんですよ。うわ、川崎君はどうなの？おいっ子が生まれたことですかね。全然気づかなかった。かわいいですよね、うん、ちょっと前の姪っ子が生まれた時に、うん、なんか載せてましたよね、うんうん、あの YouTube にね。YouTube 載ってますよ。YouTube、カズキ君も乗ってます。まあ、あとなんすかね。はい、カズキ君はそのお寿司の中では何が一番好きなの？いや。しめ鯖とか、うん、赤エビとか、サーモンとか、うん、まあまあ、まあ王道の、どうすか、関西は。僕はね、イクラと、マグロと、まあ、マグロと、あと、まあ、なんていうの、まあ、鉄火巻きも好きだし、あとウニも好きだし。赤い系ですか？うん、縁側も好きだよ。ホタテも好きだし、何でも好きだからね。エビも好きだし、ね。一番好きっすよね、寿司。うん、そうっすね。飲んだ日の次の日は寿司でしたっけ。はい、これ11時。やっぱ海外で食べるのとさ、僕は結構旅行してるじゃない。だから海外で、やっぱり日本の寿司が一番美味しいね。日本の寿司が。どうだったの？ないっすね。ちょっと寄った方がいいんだけど。うん、全然うまいっすね。で、令和の、もうあと、あ、今日、あれ今日は平成31年の28ですね。4月の28日、29、30、31、令和、まあ、天皇賞があったんですね。天皇賞令和の目標は何？令和の目標は、令和の目標は、プライベートでは、やっぱ彼女？彼女ですね。まあ、結婚ですね。すぐできるよ、大丈夫だよ。まあまあ、継続的に。言ってるのか、彼女募集中って。彼女募集中です。で、どういうタイプの女性なの？どういうタイプの女性なの？家庭的な人がいいですよね。
言っといて、YouTube 言っといて。飲めに行ってほしい。家庭的な仕事タイプなんだ。あと、2人で行って、こう、なんだろう。気ぃ使わなくてもいい感じ。気ぃ使わなくてもいいよ。安心してられる。ところとか。大和なでしこね。まあでももう日本にいないけどね。ブータン。ブータンにいるかもわかんないよね、大和なでしこ。ブータンの山の奥の奥の方。山の奥だよ。山の奥の奥の方。大丈夫だよ。いいんじゃないですか。日本には絶対ない。日本に絶対ヤマトナデシコいませんよ。ヤマトナデシコ。いない。古き良き時代の女性はいませんよ。マキだけ、バケツの一個も範囲内で旅に。まあ、家庭的な女性でしょ。それ桜ピンだけ旅だし、ね、あ、そういえば俺も独身なんだよ。じゃあ母さんどうなった？どうすか。どうかな。俺も平成27年の12月から一人だけどさ、それまではだその前は、その前、外人と付き合ってて、なんか外国の方と付き合ってまして、別れまして、まあ、結婚してませんよ、まあ、恋愛で付き合ってまして、で、別れてからも一人でね。どんな人が入ってますか？自分のことを好きになってくれる人もいいんじゃない？自分のことを好きになってくれるって感じ。じゃあ自分が好きになるよりも自分のことを好きになってくれる。前の彼女はそうした。前の彼女はね、あ、その外人なのね。外人。まあまあなんだかんだでやっぱちょっと相性が合わなかったかな。まあ優しいけどね、相性が合わなかったかな、縁がなかったかな。でもなんだかんだ1年ちょっとぐらい、まあ そこまでは付き合わない、半年ぐらい、まあそれくらいかな、うん。最初食べてんの？食事は。興味ないから。話変わりますけど、このご飯なんか甘くない？うまいうまい、やっぱりシャリうまい。なんか違いますよね。なんか色ついてないですよね。シャリがうまいっすよね。今後の目標はどうなのか、課題か、これから。目標は。プライベートでは、マイホームですかね。一軒家の話したいですね。なんかのテレビ番組でなんか何々、家を買うってあったじゃない。嵐のなんかさ、家を建てる、家を買う。家全部買えるの大丈夫だよ。まあ長い目で。それ家をどの辺に家を買いたい、どの辺に買いたい。東京の田園調布で。都内です。田園調布。港区。豊洲。今話題の。六本木じゃないの。武蔵小杉とか。
武蔵小杉の川崎とか神奈川の この辺の宮前区とか、亀杉あたりでもやる。亀杉とか仙台の亀杉とかいや亀杉とか結構いいですよ。富裕層の人が多いからね。そうですね、うん、横山さんも言ってた。聞いて言っちゃったよ。言ったな、言ってるのも忘れてる。そうそう、家建てるんですか。いや、俺、結婚したら、ね、まあ、独身だからね。あ、経営じゃないですか。奥さん、いや、いいよ。お父さんになりそうですけどね。いいパパに。いや、それは何とも言えないなぁ。で、あんだけメイク可愛がってるじゃないですか。で、俺、子供がいないから、まあ、メイクが子供みたいなもんだから。自分の子供みたいに。そうそうそう。可愛いですもんね。子供がいないから、メイクが子供だ。その通りですよね。目標はあるんですか、これから。目標は健康で何事もなく生きていければなって思って、生活できればな。いや、だからこれなんか、あれ、まあ、癒しだね、癒しね。健康が一番じゃない、やっぱり、なんだかんだ健康、うん。それ以外何もないと思うよ。健康が一番だよ。その通りです。美味しいもの食べてね、美味しいもの食べて、美味しいお酒飲んで、さぜ君のこうやって会話して楽しんで、うん、寿司うまいですね、うん、高野、それが一番いいんじゃないですか。寿司高野で、高野も高野です、高野です。マスター高いかな。マスター今日も13分もいたの。いつも何分くらい。大体もこれ 2,3 分くらいだから大体。Google さんから1円ももらってませんか。広告収入はもらってませんから。あくまでも趣味の一環としてやってますから。お金もらってませんからね。今日も日曜日で、うん、まあありましたよね、うん、どうだった今日は。何が競馬の方。これ競馬もやめたから。競馬やめたから。いつからやめたんですか。先週 のマイラーズカップなのね。じゃあこれからやんないの。やんない絶対やりません。競馬は絶対やったら。いやもうレクサス買ったから。レクサス買ったっすか。いや買ったってか、競馬でレクサスくらい負けたって。レクサス大体いくらくらいですか。2,300 400 100 1000、まあ、そうそう、うん、面白いですか。そうそれくらい負けてるから。負けたからレクサス買ったの、競馬で。でレクサス買った分負けてるから。レクサスね、食べれないでしょ。これは見た方がいい。そうレクサス買った分もう負けてるから。
だからレクサス買って廃車にしたと思うしかないね。廃車、廃車、廃車。これ本当だよ、これ真面目に。だからやっぱ所詮ギャンブルはギャンブルじゃない。ギャンブルはギャンブルさ。ギャンブルで家買ったってさ、切らない、ね、まあ、まあ、500人中1000人中1人くらいいるかもしれないけども、ほとんど負けてるでしょ。すでに作られてますからね。ほとんど負けてると思う。まあ、予定何もないから。僕は帰省からのおばあちゃん家寄って、うん、九州行って、うん、で仕事を始めて。だから九州行ったらやっぱり、やっぱ屋台かな、屋台、屋台。九州とか福岡？本当です。福岡行ったらやっぱ屋台かなよね。その通りです。あとあの、あれですよ、温泉とかも。まあ温泉もそうだけど、中洲、中洲。福岡は中洲だから、中津で、中津。確かに高級あの寿司屋行って、ポケモンのポケモンが食べるとこないの、面白い。最近俺も福岡全然行ってないけど、行ってことない。毎日行ってますね。震災。あ、そうですね。結果は負けてるかもしれないです。いくら来ました、いくら、いくら。震災前かな。うん、か風邪行く年でここに座れるってことはやっぱすごいことなんじゃない。まだ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 。俺風邪行くの年の時は俺カップラーメン食べるから。まあまあどんべどんどんべだどんべどんべ。どんべで日清食品のカップラーメン。じゃあここに座るっつうのはまあすごいことだから。そうだ、課題の年の時にここに座れなかったもん。起業したからね。まあ、だから、したしない置いといて、座らなかったもんね。そういう平成時代だったかも。いや、大したもんだと思ってんの。今日いきなりさ、部屋の長さで行って。私たちってネギに大収穫してきたんだけど、何でもなくて、この癖が。でも辛いですよ、平日は。マスクが食いしばってますけど、上司とはなんかあるんですか。まあ、そんなに、まあもう、なんかもう慣れてきたっていうか、まあ。あ、はい、そうそう、いいんじゃない。でも一人の営業だからやっぱりその自分が成長していかないと周りに抜かされてくるんですよ、ね、だからそれも危ないですよ。営業成績悪かったら結構切られる可能性もありますから、ね、まあ当たり前ですけどね。まあ毎日少しずつ。失敗して普通当たり前だからやっぱり、うん、失敗していいんじゃない。もう失敗して普通だからね。
あ、止まります。今日どうだったんですか。今日は終わったっす。終わったっす。よかったです。すごいね、ハサミコンって。ここじゃん。ここじゃんもなんか売り出してるんですか。ああ、まあ抜いてないですけど、抜いたことありますか。ある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 。上、下。下下下下。痛いですか。そら痛いじゃん。そら痛いじゃん。麻酔が痛いですか。じゃあ、麻酔が痛いっていうか、やっぱり。取った後。取った後も痛いよね。あれですか。ああ。下の方が痛いって言いますよね。ああ、そう。え、なんで取ったんですか。いや、虫歯だったからだね。あ、俺も虫歯なんですよ、今、上は。ああ。やっぱ虫歯なりやすいですよね。なりやすい。最近なんかあの歩道橋渡るじゃない、あの歩道橋渡ってて、あの 赤からなんか青になるんで、なんか 赤信号止まんなくなったよね。うん、でもゆっくりすればじゃん、連休。まあそうですね、ゆっくりした方がいいですよね。うん、でも現実を忘れたいです。うん、で、あの中洲行って、中洲、うん、中洲行って、あの大分行って別府温泉。中洲行ったらやっぱり、あ、やっぱ屋台かな、屋台な、屋台、屋台行かないとね。今日どうだった、楽しかった。今日は何が一番楽しかった。寿司、寿司美味しかった。今日何時からの、今日何時から飲んでたんだっけ。7時くらい。また夏旅行行けるように頑張りますわ。それじゃあ いつでも行けるから大丈夫だよ。ないですもん、もう。今度は夏はどこに行くの。いやー、ハワイ。ああ。5、6月の目標がないっす。ダイヤモンドヘッド行った方がいいよ。あとココヘッドと。あのココヘッド独身って検索すると、あの僕が出ますから。YouTube でココヘッド、ココヘッド独身、今やってきますか。ココヘッド独身って検索したら、まあ多分上から数えて、まあ一番上、まあ一番上だとは限らないけども、まあベスト10あたりには出るんじゃない。いや、ハワイ行ける、大丈夫だよ。いやー、なんとかもう5、6月粘りますわ。でもハワイに行ったらやっぱレンタカー借りた方がいいよ。あ、その方がやっぱ絶対いろいろ回れるし。パタヤ行こうかな。パタヤ。あ、タイね。パタヤも楽しいね。パタヤのナイトショー。うん、パタヤショー、うん、ナイトショーって言うんですか。まあナイトショーとも言うし。まあゴーゴーバーだね。ゴーゴーバー、ナイトショーも。パタヤも楽しいね。一言、なんか稼ぎに一言。頑張ります。